こちら変わり者で有名な春画先生、一心不乱に春画の研究に没頭している。君は春画を学びたいんだろ。はい。ほう。この先生と春画に一目惚れし弟子入りすることになった由美子。これは素晴らしいでしょう。二人の乱れた着物のこの流れるような質感も見事だ。綺麗な人。伊藤さんだ。君が今何を考えているのか俺には大体想像がつくね。先生の奥さんだろう。なんで、ねえ、なんで。ほう。この人は伊藤さんのお姉さん。双子のね。新たな人物の登場で波乱の予感。この世界に見せられたおかしなものたちを描く、行ってきます、異色の偏愛コメディ、春画先生。みんなで楽しむもよし、一人で楽しむもまたよし。